あ、お姉さんすいません、はい、ラブホ行きませんか。行かないです。行かないですか。行かないです。あ、すいません、すいません。こんばんは。今日は都内でもね、有名なラブホ街があるこちら、ウグイス谷の方にね、やってまいりました。で今日はまあ、今日もめちゃくちゃね寒いわけですよ。で今日はねちょっと何の話をしていくかっていうと、まあ、ちょっと会社をね辞めるタイミングを見計らってるっていうね、話をしたいと思います。まあ、何回も言ってるんですけど、まあ、僕2月に入ったら、まあ、2月上旬、まあ、すぐくらいで、まあ、会社辞めようと思ってて、でなんでその2月入ってすぐ会社辞めたいかっていうと、2月に入って1日でも出勤すれば2月分の手当がもらえるんですよ。基本給は日割りでしか支給されないんですけど、例えば2月に2月1日とかに1日でも出勤すれば2月分のね通勤手当とか、なんかそういう諸々の残業手当とか、そういう諸々のねお金が支給されるんで、まあ、だから僕はねもう会社に仕事を辞めますって事前に言わずに、もうクソみたいな、もう2月1日だけ出勤して辞めたろうとか思ってたんで、まあ、なんであと、まあ、来週か再来週くらいにはねもうお仕事辞めようかなと思ってたんですよ。で今動画撮ってるのが1月30日なんですけど、まあ、月末ですね。まあ、月末ってなるとねもう会社忙しいですよ。今日もねうちの会社はもう僕以外みんなねもう8時くらいまで残業してました。もう僕は帰りたすぎてもう7時半にねそそくさ帰っちゃったんですけど、もうみんな残業してた。てか何これ汚なラブホのゴミがあるいっぱいあるんやろね。この辺探したらちょっとコンドームの残骸とかあるかもしれませんね。はい、まあ、そんな感じでちょこっち行き止まりか。まあで今日まあ何があったかっていうと、上司にねなんか5時半くらいに急に呼ばれて、ちょっとゴミ人間さんいいって言われて、で何やろうと思ったら、まあ、同じ部署の人数人が集められて、ちょっと2月の経営戦略の会議をしますとか言って、急に5時半くらいから呼ばれて、なんか経営戦略のなんか会議にね参加させられたんですよ。急によ、もう意味わからんよね。でなんか2月のなんか2月にちょっとそのデカめの案件があるんで、それをこうチームで、こう少人数のチームで組んで、受注に向けてみんなで頑張っていこうみたいな、そういう経営会議だったんですよ。でなんかもうそれのね会議が今日2時間くらいあって、まあ2月に関してはゴミ人間さんはこういう計画を立てて、で2月下旬の目標に対して動いていきましょうみたいな、そういうちょっと戦略会議だったんですけど、もうめちゃくちゃ気まずかったんですよね。僕2月もう来週か再来週くらいにはさ会社バックレようと思ってたからさ、もうそんな話されても、いやでも僕ちょっと会社辞めるつもりなんでとか思いながら、でもそんな会社バックレるなんて言えへんからさ、うわもう気まずと思って、そうで今日のねそういうのもあって、まあ、ちょっとなんか会社をねこう辞めるっていうのがちょっと気まずいなっていう風に、まあ、感じ始めてるわけですね。うん、まあ、どうやって会社辞めればいいんですかね。まあ、ちょっと会社辞めた経験がある人は教えてもらいたいんですけど、いやバックレってやっぱ良くないんかな。うん、まあ、正直もう会社行くのマジで辛いんですよ。毎日辛くて、もう本当になんかもうなんか仕事のこと考えるだけで夜も眠れへんし、なんかマジできついんですよ。だから正直嫌なことをさずっと続けてても意味がないっていうことをこう理性では分かってるんですけど、やっぱこうなんていうかな、こう感情的にね、僕もやっぱこう動画ではね、まあ、なんか俺はゴミなんでとか言って会社とかね、なんかバイトとかバックれましたわみたいなことをゲラゲラね笑いながら動画上では話してるんですけど、まあ、とはいえね僕は、まあ、こう見えてもまあクズ系真面目、真面目系クズじゃなくてクズ系真面目なんで、まあ、根が真面目なんで、やっぱりこう会社とか仕事をバックれたりするっていうのには結構抵抗があるんですよ。てかここ業務スーパーあるやん、後で寄ってこ、見つけちゃいました。はい、抵抗があるんで、やっぱなんていうかな、まあ、申し訳ないっていう気持ちとか、本当にこうね会社このまま辞めて大丈夫なんかなみたいな、そういう葛藤の気持ちがねめちゃくちゃあるんですよ。どうすればいいんですかね。もう自分の中の天使と悪魔が戦ってるわ。俺の中の悪魔がね、仕事なんか嫌やったら辞めちゃえよ、バックれちゃえよってずっと言ってくるんやけど、でも俺のこっち側の天使がね、俺の中の天使がでも本当はね
会社急に辞めたらね、今同じね、案件でみんなでやってるチームのプロジェクトのメンバーにも迷惑かかるし、何よりね、俺にずっと世話してくれてた上司にも迷惑かかっちゃうし、やっぱ人としてバックれたりするっていうのは良くないんじゃないかみたいな、そういうね、このもう天使と悪魔がもう戦ってるんですよ、俺の中で。もうどうすればいいんですかね、本当に。ちょマジでなんか、まあ、僕アルバイトはね何回かバックれたことあるんですけど、ちょっと仕事はね正社員においてはさすがにバックれたことないし、さすがにちょっと無職ってなるとね、なかなかこう生きていくのも難しいと思うんで、まあちょっと僕のね視聴者の方で、もし無職になった方とか、まあ仕事をね、バックれた経験などがある方いらっしゃいましたらね、コメントで教えてもらいたいです。いやでもなんかこういうのが良くないんやろな、結局多分来週会社バックれようとか思っとって、こう多分なんとなくこうしようくらいやと、多分結局いつまでだっても会社辞めれんくてズルズルいっちゃいそうな気がするんよね。もともと僕本当はね、12月から会社休職して1月ちょっと出勤して、で1月で会社辞めたろうとか思ってたけど、結局なんかこのままズルズル続いちゃって、まだ2月の時点でね仕事も続けちゃってるしさ、そういうなんかその意志の弱さがね良くないんかもしれん。うん、ここは思い切って会社辞めちゃった方がいいんかな、うん、っていう気もしますね。まあそんな感じで、まあいろいろ悩んでるっていうわけです。今日もね残業で疲れました。もう月末なんでね、もうめっちゃ忙しくて、今日マジで地獄やったな。週明け月曜日っていうのもあるし、月末でさ、もう今日と明日が今月の最終営業稼働日なんで、今月中の案件は明後日までにね、結果出さなきゃいけなくて、もうマジでみんな残業してた。なんか僕の会社一応残業は1日1時間半くらいまでにしましょうみたいな、その社内規定っていうか、なんか暗黙のねルールみたいなのがあるんですけど、もうみんなそれを忘れてね、めちゃくちゃ残業しましたね。ほんと怖くなりました。もうマジでやっぱやめた方がいいんかな会社。うん、まあちょっともうこうしよう。もうなんかもうツイッターでじゃあ会社辞めたいですってちょっとツイートして、もうそれがなんか千里ツイート言ったら会社辞めるわ。そうしよう。じゃあちょっとツイッターで僕が会社辞め、千里ツイート言ったら会社辞めるわ。そうしよう。でもし千里ツイートいかんかったら、とりあえず2月は仕事続けるとか、そういう感じにしよう。ということで、まあそんな感じでね、まあぐだぐだ、仕事の方も頑張って、いや頑張りたくないわ、やっぱ辞めようかな、もうわからん。てかなんかムカつくんやけど、もうなんかラブホばっかりやん、ここ。羨ましいよ、これみんな、ね、これ電気ついてるけど、みんな平日からこんなホテル行ってんの。おかしないか？もうここ一応ね、このウグイス谷駅は僕のね、通勤の定期圏内に入ってるんで、まあ、ただでこれ来ることができるんですよ。で、ウグイス谷って、駅のホームからラブホがめっちゃ見えるんですよ。もう駅前からめちゃくちゃラブホがあるんで。でね、僕も社会人になりたての頃は、ね、定期圏内入ってるし、なんか、ね、もしかしたら東京に引っ越してきてね、なんかもうこういうちょっとこういうラブ、ここら辺のラブホに行ったりするような、こうキラキラウハウハなね、こう華やかな人生が送れると思っとったけど、結局な、毎朝な通勤するときこの辺のラブホ見てたけど、一遍も来ることなかったわ。いい加減にしろマジで。羨ましいよ、俺だって。俺もセックスしたいよ。おい、毎日こんなさ残業ばっかしてさ、ねえ、やることって言ったらなんかこんなわけわからん動画撮ってさ、人前で叫んでさ、おかしいやろ、おい、こんなラブホばっかで。ずるいよ、おい、いい加減にしろ、俺にもやらせろ、性の喜びを知りやがって、許さんぞ、マジで、こいつら、おい、こんなラブホばっかよ、おい、性の喜びを知りやがって、もうちょっとムカつくわ、マジで、イライラしてきた。まあ、あれやろ、なんかこの辺立ちんぼとかおるんやろ、ちょ、俺も、この辺でなんか、ね、あれデリヘルとかさ、なんか女多分、待ってんやろ、この辺で。声かけてみるか、ちょっと。ムカついてきた。おかしいよ。みんなね、多分、このまま、こう、セックスするためにこの辺の居酒屋もあるんで、ずるいよ。この性のね、このおかしい。もう性の喜びを知りやがって、許さんぞー。はい。ということで、僕は童貞でブサイクで陰キャラなんで、今から家に帰ろうと思います。さよなら。